回の動画は音声が取れていなかったため、 BGM と一部読み上げでお送りします。今回は神奈川県で心霊スポットとされる観衆墓地の今をお届けします。観衆墓地には48基の官軍兵士の墓があります。北から観衆墓地に向かうには追浜水道を通り抜けます。バスで行く場合には南の深浦バス停を使うとすぐですね。なお、追浜水道には特に心霊炭のようなものはなさそうです。追浜水道の先には2本のコンクリート橋がありますが、そこと追浜水道の間に観衆墓地への入り口がひっそりとあります。登っていきながら観衆墓地について説明しましょう。観衆墓地は横須賀市浦里の追浜水道の上にあって、横須賀市風物百選にも選ばれている墓地で、西南戦争の勇士48士が埋葬されています。明治10年に西南戦争に従事した官軍の傷病兵が和歌浦丸、東海丸に収容されて東京へ向けて航行中、船内でコレラが発生してしまいます。船は急遽長浦湾に停船され、箱崎に非病院を建設して患者を収容しましたが、多くの死者を出す事態となり、それらの死者は当地で荼毘に付されました。そのうち身寄りのわからなかった48名の遺骨は長浦の対岸の黒崎の地に埋葬されました。大正2年黒崎の埋葬地が海軍航空隊の用地になったため、観衆墓地は現在の位置に移転されました。現在の観衆墓地では彼らの墓石は彼らの戦った南西を向いて建てられています。この階段を登りきると観衆墓地に行き着きます。観衆墓地はこの右手のようですね。観衆墓地へ続くスロープがあります。進んでいくと横須賀風物百選の説明板があります。説明板を越えて進むと観衆墓地があります。この観衆墓地は昭和の初め頃には忘れられ荒廃したそうです。さらに関東大震災での破壊を経て、昭和2年には海軍航空隊の勤労奉仕により修理が行われました。しかし心ない人はいるもので、昭和8年5月9日朝、何者かによって墓石が残らず倒され、掘り返されているのが発見されました。その後観衆墓地は天理教神奈川教会により整理復旧されます。さらに同年8月には
横須賀市老兵会及び創陽新聞と昭和新聞の2社により西南の益十郡48市の顕彰碑が建立されました。さらに太平洋戦争終了後には国が維持管理をしなくなり、深浦町内会の人々が掃除や除草を行うようになっています。それらの歴史があるからか、ここには心霊現象の噂があります。それはこの墓地では何者かの視線を感じる、物音、ラップ音がするという噂です。現在この墓地には48名の兵士が埋葬されています。現在までにそのうち身寄りが判明したものがわずか3名。当地には今も45柱の無縁仏、登山柱の身元が判明した方が祀られています。墓石は2タイプ存在し、階級に合わせ大きさが決まっているとか。そして謎な話が一つ。埋葬されているのは48柱だが、お碑は52基存在するという。まあ実際のところこれは単なるミスだと考えられるそうで、関東大震災を受けた昭和2年の修理の際に破損した墓石は新調されたが、同時に旧墓石も復旧されたものがあるとか。それゆえ同じ名前が刻まれた墓石が複数あるようです。この慣習墓地は地元の方々により大切に管理されており、毎年春に地元共有会の人々により慰霊祭が行われています。激動の明治に国内最後の内乱平定に身を投じた兵士たち、この方たちの眠る地は心霊スポットではなく慰霊の地として大切にしていきたいですね。